スーパーコンチネンタルの運行経路。スーパーコンチネンタルは、当初カナディアンナショナル鉄道が1955年から、そしてその後は、ビア鉄道が1977年から1981年に廃止されるまで運行していた、カナダの大陸横断旅客列車である。1985年に運行が再開されたが、1990年に再度廃止された。 当初のカナディアンナショナル鉄道の列車は、モントリオール・オタワ・トロント・ウィニペグ・サスカトゥーン、エドモントン・ジャスパー・バンクーバーの経路を毎日運行していた。第二次世界大戦後、カナディアンナショナル鉄道の旅客列車は近代化の必要性が高く、1946年から1950年にかけて75両の新型軽量客車の座席車及び寝台車を購入した。 しかし対戦後の資材不足のために、カナディアンナショナル鉄道が安価に購入可能な車両の数は限られてしまい、車内の工場で古い重量客車の改装計画を大規模に実施することになった。最終的に合計211両の重量客車が新しい内装、転がり、軸受けを備えた台車、密閉窓に更新された。しかしすぐに、 改装した車両だけでは競争力を保つには不十分であることが明らかとなり、1952年に新型軽量車両の大規模な発注を行った。発注内容は、モントリオールのカナディアンカーファウンドリーに対して218両の座席車と、シカゴのプルマンスタンダードに対して92両の寝台車、20両の食堂車、17両のパーラーカー、12両の ビュフェ検診台車となっていた。新車両の納入は、基本的には1954年までに完了したが、カナディアンナショナル鉄道は、従来の看板列車、コンチネンタル特急を置き換えて、新しい大陸横断の看板列車、スーパーコンチネンタルの運行を開始したのは1955年4月24日のことになった。これは偶然ではなく、ライバルのカナダ太平洋鉄道が、 新しい流線形大陸横断列車のカナディアンを運行開始したのと同じ日であった。しかし、新しい黒と緑に木で装飾した塗装をまとった心臓車両と改造車両であってもスーパーコンチネンタルの車両はカナダ太平洋鉄道のバット製オールステンレス車両に比べると見劣りがした。またさらに重要な違いとしてはカナディアンは景色の良いドームカーを特色としていたが、 スーパーコンチネンタルには連結されていなかった。カナディアンナショナル鉄道は、経済的な理由から、ドームカーは購入しないことにし、また、モントリオール中央駅において、かつてのカナディアンノーザン鉄道の通勤列車が、使用していた河川にドームカーが干渉する、可能性があるとしていた。1964年にカナディアンナショナル鉄道は、アメリカ合衆国から、中古のドームカーを購入し、 エドモントンとバンクーバーの間で使用することにした。カナディアンナショナル鉄道が完全にディーゼル化されたのは1960年のことであったが、スーパーコンチネンタルは当初から完全にディーゼル機関車牽引で様々な機関車が用いられた。モントリオールロコモティブワークス製 FP-2、FP-4 型、カナディアンロコモティブカンパニー製シーライナーを頭部で またゼネラルモーターズディーゼル製 FP9 型を西部で使用した。トロントからバンクーバーへ向けて出発するスーパーコンチネンタル1970年1960年代になると新しく建設されたトランスカナダハイウェイを走る自動車や航空機との競合によりカナダの旅客列車は大きく衰退し始めた。しかしライバルのカナダ太平洋鉄道が カナディアンの運行に関心を失いつつあった時期であってもカナディアンナショナル鉄道は積極的に旅客列車の運行に取り組んだカナダ太平洋鉄道のロッキー山脈を貫く路線の方がより景色が良いという世間の認識を変えるためにカナディアンナショナル鉄道はミルウォーキー鉄道でオリンピアンハイアワサの運行に使われていた6両の スーパードームカーを1964年に購入した。この車両はウィニペグとバンクーバーの間での運行に投入された。しかしカナディアンナショナル鉄道の最大限の努力にかかわらず1970年代を通じて旅客数は減り続け列車は損失を出しながら運行されていた。1978年4月1日に新しく設立された。 国営企業であるビア鉄道が公式にカナディアンナショナル鉄道の旅客列車運行を引き継いだ。ビア鉄道は1978年10月29日にはカナダ太平洋鉄道の旅客列車の運行も引き継ぎ、その運行する大陸横断列車がカナディアンとスーパーコンチネンタルの2本になった。ビア鉄道はこれらの列車の再編を行い、カナディアンがトロントバンクーバー間の スーパーコンチネンタルがモントリオールバンクーバー間の列車となった。ウィニペグにおいて双方の列車の間で信頼者のつなぎ会が行われた。カナディアンがビア鉄道の最上級大陸横断列車に位置づけられ、スーパーコンチネンタルは2009とされた。にもかかわらず、目先の利くマーケティングやガソリン価格の高騰、インフレーションの進行などの結果、 1980年代初頭には旅客数は回復した。しかし1981年のピエールトルドー政権の予算ではビア鉄道の列車運行距離を20%削減することになった。スーパーコンチネンタルは最初に廃止となる列車となった。旅客列車の廃止は政治的に不人気であることが示され、 その後の1984年の選挙でカナダ進歩保守党が勝利し、ブライアン・マルルーニー政権となって1985年6月1日に運行が再開された。しかしバンクーバーからエドモントン経由、ウィニペグまでの短縮された運行で、コンチネンタルという名前に似つかわしくないものとなった。 トロントやモントリオールからサドバリーまでの区間は廃止となり、サドバリー近郊のケープリオールからウィニペグまでの区間は1週間に3本の無名の接続列車となった。この期間には、スーパーコンチネンタルには、新型のエンド F40PH 型ディーゼル機関車が投入された。1986年2月8日、ヒューマンエラーにより東行き、スーパーコンチネンタルが カナリアンナショナル鉄道の貨物列車とアルバータ州ヒントン近郊のデールハーストで衝突事故を起こした。23人が亡くなり、現代のカナダの鉄道において最悪の事故となった。1980年代以末には連邦政府の予算は非常に厳しいものとなり、マルルーニー政権の1989年の予算はビア鉄道にとって破滅的なものとなった。 1990年1月14日に最終列車がウィニペグ及びバンクーバーを発車し、これをもってスーパーコンチネンタルは廃止となった。これによりカナディアンがビア鉄道で唯一の大陸横断列車となり、21世紀の今日においてもバンクーバーとトロントの間を1週間に3本運行しているが、本来のカナダ太平洋鉄道の路線ではなく、 スーパーコンチネンタルが走行していたカナディアンナショナル鉄道の路線を走行するようになっている。ありがとうございます。